ちょっと目に砂が。そうじゃなくてさ、普通ありえないだろこれ。運の悪い奴もいるもんだな。おい大丈夫か。あ、取れた。すいませんでした。気をつけろよ。はい。すいません、大丈夫です。時の列車ベンライナー、次の駅は過去か未来か。文句言わずに慰謝料ちょうだい。野上良太郎。なんだこれ。いや、後で財布捨てますよね。それつけてると戻ってくる確率高いから。お前慣れすぎだっつうの。どんだけかぶられてんだ。情けねえ。行こうぜ。またらねえ。ありげねえな。いくらいくら入ってる。全然軽い軽い。行こうぜ。あ、なんだ、いい根性してんな。かなり最悪のブルーに入んな、これ。落とし物です。
返さなきゃ。くそ。おじさん、この辺にさ、キーホルダー落ちなかった？鈴のついたやつ。いや。ああ、落とし物って言ってきた子がいたが、よくわかんないうちに帰っちゃったな。帰った？どんなやつ？ああ。赤いマフラーしてたかな。赤いマフラー、なんだよ。お前の望みを言え。どんな望みも叶えてやる。お前が払う代償はたった一つ。やっぱり錯覚だよな。あんなことあるはずが。うわ、遅刻だ。お前の望み。アイさん、これ。今コーヒーたちが最後の仕事をしているところですから。すいません。三浦くん、常連のくせにアイリさんの気を散らしちゃダメだな。姉さん、遅れてごめん。どうしたんだ、亮太郎くん。うわぁ、これはまた派手に。亮ちゃん、今日は何？マンホールに落ちた？それともこの間みたいに三輪車に跳ねられちゃった？いや、自分でも何がなんだか。いやぁ、亮太郎くんの運の悪さはギネス級ですね。ひじきサラダ。そう。ありがとう。亮太郎くん、ほら、まだ砂が。ん？うわ、まずい、持ってきちゃった。亮ちゃん、悪いことしちゃったな。落とした人今頃探してるよ。それ私のなの。返してくれるかな。黒いケースのパス。
え、まさか。何なんだ今の。お兄さん、泥棒はいけないんだ。別荘のキーホルダーあったろ。え、キーホルダー、いや全然知らないし、ごめん今急いでるから。ちょっと開けるね。なんか不自然なくらい次から次に。本当に僕に何かついてるんじゃ。ああついてるぜこの俺が。え、鬼ごっこやめましょうぜ。逃げるってことは知ってんだ。あのキーホルダー鉄道の大事なもんなんだよ。ちょっと待って、キーホルダーってどんな。鈴のついてるやつだよ、知ってんだろ。あ、やっぱり知ってんだな。持ってたのは知ってるけど、でも思い出した。あてめえが拾ったつってるやつがいんだよ。僕が拾ったの。早く言わねえと言いたい時には口聞けなくなっちゃうよ。これ死ぬのかな。ごめん姉さん。サトシ、やっぱりこいつは俺の契約者だ。ここまでやられて黙ってるわけにはいかねえな。いいか、俺に前振りはねえ。最初から最後まで徹底的にクライマックスだ。覚悟決めとけよ。考えた俺の必殺技を見せてやる。必殺、俺の必殺技。ちょっと待った。何やってんの僕。おい、いいとこなのに止めんじゃねえよ。君誰。どうでもいいだろ。よくない。やべえ。嘘でしょ、抑え込んだ。あの子、もしかして。おいお前、なんで俺を止められんだよ。妙なやつだな。まあいいや、今から決まり事言うからな。お前の望みを言え、どんな望みも叶えてやろう。お前が払う代償はたった一つ。おい悪霊隊さん。誰が悪霊だこの野郎。
そういう種類のものじゃないよ。君の中にいるのは、君は電車の、あの時気づくべきだったんだよね。君が特別な存在、特異点だって。え、特異、特異点、マジかよ。最悪じゃねえか。見つけた、君なら電王になれる。え、返せ。こいつ、返せ。なるほど、得意点か。潰すしかないな。てめえ、しっかりして。ねえ、あのパス持ってるよね。え、あれを使って変身するの。変身、あいつと戦って。お前が死んだら俺も消えんだぞ。やるよ。っていうか俺にやらせろ。あの野郎、頭きた。ほら、早く変身。使命を忘れたか。そんなもん最初から覚えてねえ。さっきはへこんだが、こっちの方が面白そうだぜ。っていうか、俺はこういうのがやりたくて来たんだよ。相手は関係ねえ、はあ、バカか。言っとくが、俺は最初からクライマックスだぜ。くっ、うん、くっ、うん、フッ、俺の必殺技アウトツー。
決まったぞ。怖かった。今のが電王、ずっとなれる人探してたんだよね。一緒に戦おう。未来から侵略者が来てる。時の運行を守らなきゃ。え、なに、なんて言ったの。とりあえず乗って。もう倒れる力もない。早く出発しちゃうよ。みんなこんな姿に。幸運の星はまだまだ先よ。あのコウモリ野郎、生きてたのか。今イマジンはこの子が一番強くつながった過去に飛んでる。目的は一つ、過去を変えて今も未来も変えること。なんだかよくわかんないけど、やらなきゃいけないことだけは分かった気がする。変身。行くぜ、俺の必殺技パート2。